戻った、戻りましたか。お、良かったです。ちょっと、何の、何のことを話したか、ちょっと忘れた、なんだっけ。うん。 もうとりあえず本当にもうたまにでも思い,思い出しますよ今日も思い出したよそれ。そのことを思い出してうーってなるけどたまにもうやだー <laughs> やだーって思うけどまあなんかそれだけにとらわれず他に自分が頑張ることとかも頑張れることもあるから。 頑張ろうと思いました。うん、それがすべてじゃないとは思うんですけど。とりあえずなんか。うん そのことだけにとらわれず、他に自分のできることを頑張りますはいそれしかないです池田ちゃんには歌があるやんって いやなんか歌もなんか自分がえだからなんかう歌のことに関してもなんかめっちゃなんか改めて考える機会になりました本当になんかなんかね正直やっぱ自分はそのいろんな方にすごくうまいねとか歌得意だよねとかすごい言っていただけてるので すごいねありがたいなと思う思うけど自分では本当ににもうまだまだだなって思うし、うん、まだまだだなって思うしでも伸ばしたいなって思ってるからそうなんか別になんだろうななんか今こう なんだろう今の場所で言われてるだけだって多分他のところにもし出るってなったら全然だと思うからなんかもっとなんかもっとなんか自分のそのパフォーマンスもなんか頑張りたいなって改めて思うようになりましたうん なんかいろ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 考えるようになりました昨日はめっちゃ考えたいや本当に多分外に出たら全くだとめだと思うしかもなんかユラってなんか本当になんかう歌えるっていうかなんか自分がこう歌えるって思う歌えるってなる曲と あ無理だってなった曲とか本当にダメだからなんか何でもできるようになりたいなとは思いますなんかジャンルがいろんなジャンルが歌えないからそれもできるようになりたいしなんか本当にねもっと頑張ろうって思う機会になった多分この落ち込むことがなかったら多分そうやって考え直す機会もなかったと思う 落ち込むことがあったけどでもその落ち込むことがなかったらなんかこうやってもっと歌頑張ろうとか思わなかったと思うからなんか普通に今まで通りやってたと思うから逆になんかそういう考える機会にもなったかもしれないって思いました。うん、しかかかもななんんすごい最近はなんか 正直めっちゃいいこと続きだったんですよ正直めっちゃいいこと続きでなんかねいいこと続きっていうかなんて言ったらいいんだろう恵まれてる続きだったんです <laughs> 恵まれてる続きだったのずっと最近自分の中でなんか歌唱力でさ あの去年まさか自分が1位いただけるなんて思ってなかったのに自分の予想をはるかに超える結果を頂い,いてそこからなんか「ノナダイヤモンド」の活動もさせていただいて CD も発売させていただいてなんかいろんなグループの方との。 レッスンとかライブとかリリースイベントとかやらせていただいてその撮影とかレコーディングとかも全部今までないことを今までできないようなかったこととかやらせていただいてラジオとかそうラジオとかにも今まで呼ばれたことなかったけど呼んでいただいたりとか。 地上波のカラオケバトルに出させていただいたりとか本当に信じられないぐらいめっちゃ恵まれてたしあの先輩たちのさ「僕恋」にも出させていただいて選んでいただいて出させていただいてであのあれです ツアーもあの解禁賞全部出るメンバーに選んでいただいてなんかね「大声ダイヤモンド」とかの歌ありも本当になんかあ私私を選んでくださったんだなっていうのとかもあったしなんかもう本当にもう環境が良すぎて最近。 でもなんかそれそれになんか自分がなんだろう甘えてた部分っていうのはあったと思うんですよ正直なんかうん正直ねだからすごい恵まれすぎて今までと違いすぎてなんかどうしていいんだろう っていうかなんかそうすっごい恵まれすぎてちょっとびっくりしてたんですけどでもちょっと久々に挫折というか <laughs> 久々に挫折を感じて挫折ではないな挫折ではないなんか挫折ではないんですよえ思ったなんか挫折かと思ったけど挫折ではないんですよ何だろう 挫折ではなかったえなんか挫折ではないなんかね挫折の痛みはね違うんですよなんかユラもさなんかダンスとか習ってた時にさ挫折は味わったことあるからさその時のことの気持ちと考えるとなんかちょっと違うんです挫折ではないんですよなんかなんだろうなんか一旦止まったって感じ。 一旦なんか頭の中をリセットしなさいっていう感じの機会だった気がする何だろうねなんか一回止まりななんか一回頭冷やしなっていうかなんかなんだろうそういう機会だったかな,なんか挫折とは違いますなんかユラも挫折はねなんか例えば なんか選ばれ、なんかダンス習ってた時に選ばれて、なんか初めてセンターもらったのに、その1週間前かなんかに足を怪我して出れなくなって、みたいな、なんとか。ですっごい号泣して、みたいな。それって挫折それって挫折かないや、なんかえ、そう、なんか整理する時だった。そうそうそう。整理する時だの機会だったのかもしれないって、今。 思ったから、なんか挫折ではないです。なんか悔しい。とかもう本当にへこんだ、もう、もちろん。なんかゼロじゃないけど、なんかそれだけじゃなかったから。うん。なんか。 いったんか止まりなみたいな感じだったか頭冷やしなみたいななんか <laughs> そういう機会だったかもしれないうん、なんかその環境に甘えてたから頼も確かにあるなって考えたからそうなんよ ジャンプするときもしゃがむからねめっちゃいいこと言う <laughs> めっちゃいいこと言うやん名言じゃんそれ名言じゃんうん。これも必要な時間うん。ゆらもそう思いますなんかそう思った私もうん いや今まではなんだろうこれちょっと星になってて読めないけどなんか自分の心と周りのありがたい環境が追いついてない感じなんか自分のなんか実力とありがたい環境がどんどん進んでいく中でなんか自分が追いつけてない感がすごかったんですけどなんか一回止まりました <laughs> でもなんか すごい一日一日を大事にしようと思いましたなんかしようってなんか思ったなんか今まではなんかだらーって過ごしてたけどなんか一日一日で成長しないと時間がもったいないと思うようになってきた 一日一個なんか自分で成長しないとなんかもう正直時間もないしみたいな正直時間もないしなんか自分の目標がある多分あっ待ってループじゃないこれまたえループしてるまた ループ？何？なんかなったよね今横に <laughs> 横になったよね。治った？お治った。 えそ,うなんかそう思うようになったんですよゆらなんかね今ね自分のねなんかやりたいことがいっぱいありすぎてどれなんだろうってすごいね今考えてるんですけどでも焦らなくていいかなとは思いましたなんか無理に決めることじゃないしでも でもなんとなくなんとなくこういうことが将来したいなっていうのはあるからなんかそれに向けては一日一日を無駄にせずに一個でも何かその日に得れるものがあればいいかなーって感じ。うん そう,ですね、うん,うんあとはなんか自分の,その将来の目標があるんだったら今のこう目の前にある頑張らなきゃいけないことも絶対にやっていた方がつながるっていうか近,その近道になるというかなんだろう。 ちゃんと目の前にある目標をこなせないとその大きな目標は叶えられないと思うから、うん、なのですぐにその目標を叶えようとはせずにまず目の前のことからやるのがいいのかなって思う じゃないとね、そんな周りのね今与えられたこともできないようじゃね無理だと思いますからね絶対そうですよねうん多分 今ユラがしたいこととか頭に描いてる夢とかをなんか言ったところでじゃああなたは何ができるのってなった時になんかあんまり理解してもらえないだろうなと思うんですよゆら的に。なんかこれ,にこれをやってみたいとかこれにこういうふうになりたいって言今言っても今言ったところでなんか。 いやいやいや,いやみたいな <laughs> なると思うからなんだろう周りからも納得その自分がその目標を言ってあそれならみたいなこういうことも今,今まで頑張ってきたっていうのをがある上でそれを言ったらなんか理解してくれるのかなみたいなとか進めてくれるとか。 あ,あるんじゃなないかなって,思ってだから自分がそうそういうふうに努力してるっていうのを分かるようにしないと今まだ何もできてないから思ってるだけでうん目標をしっかり持ってください目標そうなんかあるけどまだ定まってないからあるのはあるんだけどなんとなくねホわーンとはあるんだけどね うん、そう一つ一つ徐々にいろんなことをこなしていけるように頑張りますでもなんだろうゆらがゆらがまあこので大きい目標はまだきっと理解が私の親に言っても多分ダメだと思うんで。 <laughs> 親に親にというか親に言ってもまだ「えー、あんた全然何もそれできないでしょ」みたいななるぐらいのレベルなんですその目標もうでかすぎてもうでかすぎてなんかユラが今描いてる目標がでかすぎてなんか今言ってもって感じだから ちょっと言わないでおくんでですけどでもでもねまあめっちゃなんだろう簡単にというかなんかまあほんわかした感じで言うとうーん歌もダンスも頑張りますっていう感じです。 ほうほういつか聞かせてうんユラがもうねもう自分の口からねその大きい目標を言,える言えるぐらい自分に自信が持てたらみんなに言いますだから頑張るので見ててください皆さん <laughs> 皆さん頑張るので見ててくださいそう でもそのことはホワンって言ったら歌とダンス頑張りますってことなのでだから今目の前にあるのはパフォーマンスって言ったらその墨退もだし9月12日もだしそういうことがあるから4回目のね歌唱力とかそういうものたちをいっぱい。 なんだろうな頑張りますはいちゃんついてくと楽しいし <laughs> う皆さん見ていてくださいちょっとこれもう本当にこのショールームがねいつかもうその時にあ言ってたなってなるように頑張りますあ昨日はへこんだけど <laughs> 昨日はへこんだけど まあ20分くらいで立ち直れたので推しめんがやる気に満ちてるの <laughs> 確かになんか,なんか昨日のその昨日っていうかまあその悲しいことが悲しいことっていうか、まあ、そう悲しいことがなかったら何だろうこんなやる気にもなってなかったと思うのでそうもうなんか久々にちょっと とね、そうなんかこういう気持ちになってる今なんか良かったかもしれない応援するねってありがとうちょっと本当に皆さん見ててください頑張るので頑張るので見ててくださいパフォーマンス頑張ります私はだから キンキンで言ったら十二日なんですけど、頑張ります。絶対。<laughs> もし後ろの方にいても見てください。<laughs> もし後ろ後ろの方にいても端っこの方にいても、もう誰にも負けないっていう気持ちで頑張ります。パフォーマンスは。MC はわかりません。 MC は分かりませんでもパフォーマンスは誰にも負けないっていう気持ちでどこにいても頑張りますので,ので見てください皆さん頑張ります <laughs> あなたの歌を聞くためだけに広島へ名古屋から二回決めるえ本当ですかありがとうございますだなんだろう STU の公演かなありがとうございます 6月十二日配信あるのかなちょっとまだ全然わかんないんですけどかいかいさんいいねありがとうございますあ待ってギフト読んでなかったクワトロありがとうございます嬉しいですそんな何さんだろういや待ってすごいギフト消えてるかもしれない ーちゃんさんさ花火赤いマフラーさん水風船とハートなみさんファイト島次郎さんハート100個たくもやんさんかわいいきにくんさんむっちゃんさん水風船マスオさんアイスなみさん星おっもひかねのうさんくまズッキーカイカイさんきにくんさんファイト島次郎さんかわいいマスオさん花束もひかねのうさんかいかいさんたくもさんたっこみごはんさんファイトかいかいさんいいねありがとうございます。 なので皆さん本当にそういうことです <laughs>。そういうことなので皆様。 ててくださいいねってありがとうございます第4回の歌唱力も頑張りますなんかまあ結果はどうなるか分かりませんがまあ全力で自分ができるだけのことをなんかもう悔いがないようにやればどんな結果になっても。 後悔、まあ、後悔しないように頑張ります。後悔するっとね、心に残っちゃうので。そう、楽しむし、一年に一回しかないのでね、こんな機会は。歌をね、みんなに聴いていただける機会は。自分で選んだ曲をね、聴いていただく機会は、一年に一回だけなのでね、この大会しかないので。 そう、自分が納得できればもうどんな結果になってもいいかなっていううんはいなので頑張りますそれもはいということでうん 今回の大会の目標ろうな今回の大会の目標うんだはうんうん結果結果の目標はまあファイナリストライブには出たいです <laughs> 去年と一緒ファイナリストライブには出たいです <laughs> 一緒あの舞台はもう本当にね貴重だからファイナリストライブには出たい <laughs> あとは何だろうな自分が納得いくまで頑張る自分が納得いくまで頑張るもうどんな結果であろうと自分が自分の達成感 自分達成感。もうや、もう。私ができる限りのことはやったなっていうぐらいまで。にします。っていうことです。はい。そ <laughs> んな感じです。目標はまたファイナリストライブに出ることと。自分が。 もう悔いはないっていうぐらいにその大会に全力を尽くすことです第4回にそうすごい周りと比べちゃってもう自分はまだまだだなとかすごく周りを気にしちゃうけどその人がその人の歌い方があって。 人それぞれ違うから。うん。だから、そうですね。すごく周りと比べちゃう。ようにな、なっちゃいがちですけど。 自分の満足でできるまでもう自分が自分が自分で歌いたい歌を歌うということを目標に頑張りたいと思います大会はお肌が疲れてる嘘お肌が疲れてますか はい。ということで、そんな感じでした。なんかいろいろ考えれる機会だったという <laughs> ことです。つやつやというより、テカテカですね、これは。自分も頑張ろうって、いや、皆さんは頑張ってるよ、いつも。 はい、ということで終わりたいと思います。皆様そうですねちょっとこれから頑張るので見ていてください。これからもよろしくお願いしますとか急に言うんですけど <laughs> 急に急になんですけどよろしくお願いします。はい、ということで終わりたいと思いまーす。 やばいギフトきんに君んさん稲見さんファイトきんに君さんタコと金魚すくいありがとうございますということで終わりまーすはい13位斎藤さん12位マスオさん11位島次郎さん10位むっちゃんさん 9位、のりさん。8位、きんにくんさん。7位、まつさん。6位、いんなみさん。5位、大村さん。4位、そらさん。3位、もひかねなそうさん。2位、きゅうちゃんさん。そして1位は、ドゥルルルルルットゥン。まさぴょんさん。ありがとうございます。いけいけゴーゴー、いけゴーゴー、今日もまさぴょんさんはいけてるよー。ありがとうございます。はい。ということで、終わりたいと思います。皆さん、ありがとうございました。では、 おやすみなさい。バイバーイ、おやすみなさーい。